藤井高賞天保11年8月15日は、江戸時代後期の国学者、家人、新官、元織の長の門人として、文章で最も秀出た。備中国機微神社の士官の多角と妻小春の子として生まれる。長寺で、後を継ぐ。陽名、忠行進む。通称は、正前、後は、松人氏、松野屋。聖五位下長戸神に任ぜられる。 備中国海軍区内あざ三日市に従する。藤井光画の要祖父。少年期は備中笠岡の主観である小寺清崎に国学を学び、京都の都外道瓶に和歌を学んだ。完成5年頃、元織の利長に入門し、源氏物語について手紙で質問するなどして学び、有力門人の一人となった。下文の学に長次、中古ぶりの文章に優れていた。 国学を普及するため、主没後は、鈴の野学派の中心的存在となり、時折上京して、木戸先立てが開いた、京都の宅舎や大阪の小芝屋で教授するなど、関西鈴門の中心的存在として活躍した。200から300に及ぶ門人がいたという。門邸に、東条疑問、成合大枝、を宗直種がいる。 備中松山藩士の平田篤しおだやかの養子氏となった平田篤種とも親交があった。去年77歳。大正四年、聖五位を追造された。著書は多く、刊行されたものは十五部三十五巻に及ぶ。著書、三のしるべは、古道論を解く上官、道のしるべと、中官、歌のしるべ、下官、文のしるべからなる。では、長の、物のれ。 説を継承し、小沢ロアンの、ただこと論を非難する。他に注釈、伊勢物語新釈、大払い言葉の地の祈釈神道、国史、国文に関する交渉等を記した、随筆、松の落葉、松屋文集、松屋自賛歌集、神のおかげの日記、消息文例源氏物語の注釈、日本記の五曲項、遅れしがんなど。ありがとうございます。